あのー、眠い。眠いっす。いろんな意味で眠いっす。あのー、オリックス戦の9回の土壇場での5得点。あれは非常に素晴らしかったです。あでもね、まあ相手に助けられた部分もありましたけれどもね。あの、角中選手が繋いだり、えー、慎吾選手がタイムリー打ったり、安田選手が逆転タイムリー打ったり、えー、非常に打線の繋がりっていう面でも、えー、見えてたと思います。もうその時、 家ではしゃぎまくってたんですけど、えー、二日経った今日、眠い一日坊主け。眠いっす。打線も眠いっす。俺も眠いっす。ま、あなんか、今日もね、結果的に内野ゴロの1点だけだったんですけど、あの、もうちょっとね、あの、4、5点ぐらい取れてれば、多分眠さは、軽減できたんじゃないかなと思うんですけど、もうね、マジで眠いマジで眠いっす。もう今日生配信やってても、無言の時間が多かったんじゃないですかね、今日ね。 眠い。今日も中継見てて声が聞こえてきたの大下選手だけだし。ベンチも眠いっす。多分。選手たちにちょっと聞きたいと思います。野球楽しい楽しいっすか野球。なんか今日のベンチの雰囲気とか、ねあの打線の雰囲気とか見てると、まず仕事としている野球をね、楽しんでやっているのかなってね。ちょっと疑問に思いますね。仕事ってやっぱ何でもそうじゃないですか。 やっぱ好きなことを仕事にするっていうのがね、まあ多くの方そうだと思うんですけど、その好きなことを楽しんでますかシーンとしてませんかまあ当然、負けたら楽しくないでしょうけど、まずは声を出すとかいう以前に仕事を楽しくやっていますかっていう疑問がね、えー、一つあるかなと思います。えー、まあちょっと前置き長くなってしまいましたが、えー、本日ゴールデンウィーク、東北楽天ゴールデンイーグルス対千葉ロッテマリーンズ結果、 12対 1! 投手陣は捕まるわ、えー、打線は全然行っても返せないわ。はい、っていう状況が続いていきまして、えー、8回の表に内野ゴロの間に爪楊枝が1本刺さっただけ、まあ、事実上の完封負けと言ってもいいでしょう、これに関しては。まあ、今日9回まで、えー、早川投手投げましたけれども、早川投手、今年ね、開幕投手なんですよね。ということは、まあもう本当、エース級のピーチャーに成長してきているというところなんですよ。僕、何度も言ってる。 エース級のピッチャーを打ち崩せないと、優勝できない。この前の、まあ、結果的には勝ったけど、宮城投手とかね。あれは本当にローキ投手をはじめ、ピッチャー陣が抑えてくれたから勝ちましたけど、やっぱり打線の面でもね、えー、攻略したっていうわけではないと思うんですよ。まあ、もっと遡ると、サンタでされたエスコン3連戦なんかもね、え、伊藤博美投手だったり、え、加藤投手だったり、開幕投手も経験している、本当にエース級のピッチャーを、えー、打ち崩せないと。 やっぱり優勝できないと思います。えー、今日もね、えー、9回まで、えー、加藤投手に担当されたわけなんですけれども、すごいなんか、一人で投げ抜かれることが多いっすね。だからこれイコール、粘れてもいないっていうことなんよね。ある程度粘ったりとかして、球数も重なってきたら、まあ、ピッチャー交代っていうのもね、あるとは思うんですけど、粘れてすらないっていうところもね、えー、非常に、うん、眠い。うん、眠いっす。 え、ということで、本日、チバロッテマリーンズ、敗れ。えー、連勝は2でストップ。はい。もう7連敗したからにはね、もうちょっと、すごいいい流れだったからさ、あの、オリックス戦2連戦の2戦目が。まあ、もうちょっと連勝伸びるかなと思ったけど、はい。眠い。眠い試合で連勝ストップ。えー、ということで、まあ今日ね、あの、チバロッテマリーンズ、 対、トーク楽天ゴールデンイーグルス。まあ、この2チームが現在4位で並んでましてね。まあ、3位のオリックスともゲーム差なしということで、まあ、今日ロッテが勝ってオリックスが敗れれば3位浮上っていうチャンスだったんですけど、まあ、そこも、あっけなく終わり。えー、また5位です。また5位の生活です。見慣れた5位です。はい。えー、厳しいって。這い上がれって。ケツに火をつけろって。 ええ、というふうに思います。はい。ということで、本日、試合の方を振り返っていきたいと思いますが、えー、打線の方はですね、えー、もしや。知りません。まあ、まず、2回まで、え、三者凡退で終わって、えー、3回の表に先頭バッター、友杉選手がヒットで出るんですけれども、えー、その後、え、田村選手の見逃し三振、翔吾選手がレフトフライ。ま、あこれはね、結構いい打球でしたけど、正面のフライでした。そして、岡選手も、え、セカンドフライ。新塁打が打てない。 うん、先頭バッター出るのはいいんだけれども、そこから繋がっていけない。ずっと友杉選手は、一塁ベース上で、えー、固まったままです。えー、そして続く4回もね、えー、これはワンナウトからでありましたが、慎吾選手がまた右方向にヒットを放って、えー、ポランコ選手、安田選手と、はい、4番5番とね、えー、ここから繋いでいく役目っていう2人が、えー、三振。ここも石川慎吾選手は、えー、固まったままでした。 そして、6回の表なんかもね、えー、先頭のショウゴ選手がヒットを放ちまして、えー、その後、オーカー選手がライトフライ。まあ、これもいい感じの打球でね、えー、ライト、オーゴー選手のファインプレーっていうところもありました。そして、藤岡選手がレフトフライ。シンゴ選手、えー、フォアボールで繋ぐんだけれども、えー、ポランコ選手、えー、三振。はい。ここも、あと一本が出なかった。 やっぱ一日坊主っすね。このチーム、うん。なかなかやっぱりまだ繋がっていけない。それからまあ8回の表なんかにはね、えー、ここでようやく、えー、1点が入りました。えー、田村選手のヒットと翔吾選手のフォアボール。ノーアウトランナー2塁1塁というところ。 で、えー、岡選手がしっかりランナーを送りまして、はい。まあ、唯一言うとすればね、ここの翔吾選手の走塁がすごく良かった。センターの辰巳選手も結構肩強いんですけれども、えー、翔吾選手、え、タッチアップで二塁に行きまして、え、これはすごくね、え、ナイスランだったかなと思います。そして藤岡選手のセカンドゴロの間に、えー、一点。うん。点の取り方も、眠い。はい。タイムリーが出なかった。そして慎吾選手もセンターフライ。ノーアウト二塁一塁で一点。眠いって。これは眠いって。 まあこうやってね、この1点を掴み取るっていう野球はすごくいいとは思うんですけど、眠いって。これは明日に繋がる負け方ではないって。そして最終回なんかもね、やっぱ最終回も、えー、2アウトから山口選手のヒットとね、友杉選手のヒットで、えー、2アウトランナー2塁3塁というチャンスを作ったんですけどもね。え最後田村選手がライトフライで。うん。まあここも、いい打球ではありましたけどもね。まあ今日ね、運もなかったとは思う。実際。まあいい当たりが全部正面飛んでったりとかね。 えー、運もなかったと思うけど、やっぱ運も実力のうちだなと思うので、何度も言う。眠かったです。今日の試合は。正直。えー、っていうところで、えー、続いてピッチャー陣の方なんですが、今日の先発が西野投手でございました。まあ、初回からね、先頭バッターにヒット許したりとか、ま、あ初回からピンチ作ったり、えー、非常にね、普段の西野投手では見られないようなね、えー、今日のピッチングでしたね。まあ、ちょっと、調子が良くなくなってきたのか、はい、ちょっと残念なところではございました。 そして2回にね、鈴木大地選手のヒットと、えー、それから、辰巳選手のタイムリーで、まず1点。えー、それからフォアボールなんかも重なりまして、大金選手のタイムリーで2点。そして村バイアス選手、えー、今日4安打ですね。はい、ファインプレーもして、4安打して、フリーバッティング状態。ライトへのタイムリー3ベースヒット。まあ、ここは3ベース行かれちゃいけなかったなと思いますね。 はい、グッチの打球処理だったりとかも、えすごく遅かったので、えここももうちょっとえ練習してほしいところでございますね。はい、っていう感じでね、2回なんかも楽天打線先頭を出してからしっかりと点を取っていくっていうところがね、やっぱり強いなと思いますね、えー。それから5回の裏なんかには、えー、ここもね先頭の村林選手がショートへの内野安打で出た後、浅村選手が、あ、もうボガーンとね、えー、レフトスタンドへのツーランホームランを、えー、打たれましたと、えー。これで6対0。もうこのぐらいからね、 点は取れないし、点は取られるし、眠かった。うん。この時点でちょっと眠かった。えー、そして仕上げは7回の裏。えー、ピッチャー西村投手上がってきたんですが、なんか去年とは違いますね。もう抜擢。もう抜ピですもん。えー、また村林選手ヒットの後、浅村選手繋がって、えー、ここで島内へ。ここで島内がレフトへのタイムリーツーベース。えー、その後も繋がって満塁から、えー、押し出し。 うん、これ一番しょうもない。まあ、確かにもう7-0っていう状況で若干集中力が切れるっていうところはあるかもしれませんが、押し出しマジでしょうもない。うん、眠い眠いって押し出し。まだ打たれた方がいい。そして、押し出しを出した後、太田光選手にライトへのタイムリーツーベース、走者一掃。押し出しがきっかけとなってね、これも点取られてますよね。そして、小深田選手にもライトの頭上を越えていく、えー、タイムリースリーベースヒットで、えー、一気に6失点。はい。 もうやられすぎやられすぎ西村去年の西村どうしたちょっと、山村選手にスリーランを打たれたあたりから、なんかピッとしないぞ。西村。はい。まあ、今日もね、まあ、タイムリー打たれるとかしょうがないんよ別に。誰だってあるからね。 やっぱその後ね、開き直れるかっていうところも非常に勝負だと思うんですが、結構ズル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 いきましたからね、今日ね。まあ、ここも、まあ、12対1という、えー、そういう結果になった、えー、大きなポイントだったんじゃないかなと思います。まあ、全部ね、複数得点ですからね。 はい。点を取られたっていうところ。まあ今日は全体的にピッチャー陣が本当にズル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 いってしまったなっていう印象を受けました。そして8回は沢田投手、えー、11点ビハインドのところで、A、マウンドに上がってきまして、ノーアウト1、2塁っていうピンチだったんですけどもね、えー、ここはよく無失点で粘り強く抑えてくれたかなというところでございました。えー、大敗。また嫌な流れが来てしまっております。 しばろってマリンズえー、えー、今日はねもうゴールデンウィークという中で、えー、仙台に足を運んだ方も、えー、たくさんいらっしゃったのですが、えー、本当にかわいそうです本当にかわいそうだし僕本当だったらね行く予定だったんですよ現地に、うん、行かなくてよかったなと思った多分なんか気温も25度とかであったかいしねこういう試合だと俺わんちゃん球場で寝てたかもしんないよ ちょっと明日以降はね、眠くないような試合をしていただければなと思います。はい。ということで、明日もね、試合がありますので、仙台に行かれる方は本当にロッテの応援頑張ってほしいですし、やっぱその応援を背に受けてね、選手たちにもやっぱり躍動してほしいので、勢い上げて、盛り上がって、楽しんで、野球をやっていただければなと思いますので、明日以降も全力で応援していきたいと思います。明日も生配信やりますので、たくさんのご視聴の方よろしくお願いします。 ちょっと一回寝るか。